準備は整いました。
GGO のプレイヤー同士、思いっきり楽しもう。いました、イツキのコピー、じゃない、イツキの顔だけコピーです。今度こそ仕留めてやる。ちょっと君は、あれは昔の僕だよ。 GGO を始めたばかりに、まだ何も知らなかった頃の僕さ。みんなといれば何でもできる。あんな滑稽な自分をもう思い出したくなかった。さあ一緒に楽しもう。さてご希望通り白状したよ。あとはあれを始末するだけだ。ですね、おめでとう。でもまた仲間と一緒に。最後までヘドの出るようなセリフだったな。あの、確かに昔の自分ってちょっと恥ずかしいですけど、コピーのイツキさんすごく楽しそうだったと思います。そんなに嫌うことは。悪いけど、あれは今の僕とは違う。僕はあの頃の自分を捨てた。変わったんだよ。変わってないのです。イツキは今も楽しそうだし、それにスコードローのすごい仲間もいるのです。確かに今も楽しんではいる。それは否定しないよ。でもスコードロンのメンバーは仲間じゃない。そういうものとは違う。じゃあ
キリトや私やクレガはどうでしょう。そうですよ、私たちイツキさんのこと仲間だって思ってます。お気遣いいただきどうも。二人とも優しいんだね。そこで黙っていないで二人を落ち着かせてくれないか。君は冗談だろ。何を言い出すかと思えば。いつき、マスターは冗談でそんなこと言いません。あ、そうだね。君ともっと早くに出会っていたらな。お？あれ、どこに行くのですか？一度戻るよ。目的は果たしたしね。それに少し一人になりたいんだ。じゃあね、また誘ってくれると嬉しいよ。行っちゃいました。私たちも帰りましょうか。今日の情報をキリトさんたちにも話さないと。成果はどうだった？では報告しますよ。聞いて驚いてください。というわけなのです。驚いたな。そっちもそこまで掴んでたのか。ふふん。あれ？そっちも？こっちでも現れたエネミーアバシスが有名プレイヤーとそっくりだってことにシノンが気づいてくれたんだ。でもプレイヤーデータを参照して作られたコピーが敵として出てくるイベントなんてちょっと危ないんじゃないかな。クレハは自分のコピーと会ったのよね。私だったらあまりいい気分がしないかも。そうだね。運営からも何の連絡もなかったし。下手をすると武器や戦闘の癖も見られちゃうわけよね。私なら自分のコピーなんて絶対に人に見せたくないわ。そうだな。 GGO でやるには冒険しすぎなイベントかも。エネミーアバシスの出現条件も結局はよくわからなかったね。でもでも今日見たコピーさんたちはみんな楽しんでるように見えたのです。ちょっと何言ってくれちゃってるのよ今のクレハも十分可愛いと思うけど。もうアスナまで。ああ、もう私ばっかり不公平だわ。セリスコさんやイツキさん、それに闇風さんのコピーもいたんだし、あんたのコピーも出てくればよかったのに。クレハ、セリスコ、闇風、イツキ、ユイ、ツリスカにはランキング上位に入った記録はあるか？いえ、ツリスカさんにそういった記録はありません。その他も何か公の記録が残っているということはないみたいですね。スコードロンが同じだったということもない。共通の武器かスキル？あ、いや、それも違うな。もしかしてプレイヤー歴かな。全員 GGO を長くやっているプレイヤーばかりだもの。なるほど、それならわかる。コピーの条件は過去の戦闘データがそれなりにあるプレイヤーってことか。残念ね、クレハ。リーダーのコピーが登場することはしばらくなさそうよ。そんな。あ、
でもシノンも安心だね。移ってきたのは最近だから。そうね、条件が分かったから少しほっとしたわ。他のプレイヤーにバレたら嫌なことはいろいろあるから。俺もダメか。ちょっと残念だな。せっかくだから自分のコピーと戦ってみたかったよ。言うと思った。あの、マスター、何か忘れてるような気がするんです。何かすごく気になってたことを。何？どんなこと？前にここで話したような。それってレイちゃんのそっくりさんがいるかもって話のことじゃない？ああ、そうです、そうですよマスター。そういえばそもそもの話はそこからだったな。エネミーアファシスたちのせいですっかり忘れてました。すまん、俺も忘れてた。私もごめん、自分のコピーのインパクトで完全に飛んでっちゃってた。大丈夫です、私も忘れてたからお合子なのですよ。でもよく思い出したぞアファシス。もしかしたらそれもイベントに関係してるかもしれない。そうね、プレイヤーをコピーするアファシスとレイちゃんによく似たアファシス、何か関係がありそうな感じはするわね。キーになってるのがアファシスなのは間違いなさそうだけど、いや、そもそもなんでアファシスの姿を真似たんだ。何かレイちゃんの姿でなければできないことがあるとか。みんな大変よ。セリスコ、そんな慌ててどうかしたのですか？まずいことになってるの。まずいこと？キリト君やアスナちゃんをコピーしたエネミーアファシスがフィールドで大暴れしてるのよ。え？え？